はい、えー、どうも、トミーです。あのね、僕ね、ちょっとね、今怒ってます。なんで怒ってるかっていうと、あのね、 いや、僕ね、プロ野球系の動画を最近ね、野球系の動画出してるんですけど、まあ、そんな中で、まあ、フリーエージェントの時期だったんで、えー、今年、今いろんな選手が移籍したじゃないですか。えー、例えば、住谷選手とか、その丸選手がジャイアンツに移籍したりだとか、えー、西選手が阪神に移籍したりとかあったじゃないですか、いろいろ。浅村選手が楽天に行ったりとか。でね、僕割とね、そのジャイアンツファン、まあ、ジャイアンツファンっていうのを先に出しちゃうと、まあ、今日の動画、また、 なんだお前と思う人も多いんだろうけど、まあ、ジャイアンツファンだからジャイアンツひいしてるっていうわけではなくて、とりあえず言わせてもらいたいのが、まあ僕の動画にね、その低評価つける人たちっているわけじゃん。別に低評価つけられて気分悪い。まあ気分悪いっていうか、なんだろうな、低評価つけるのにコメントしないしっていう。えー、なんか低評価つけてんだったら低評価にコメントしろよって話。 で、こっちとしては、ただたださ、面白くないからって低評価つけられて、その、どこがどう悪いとかっていうのも、全然指摘もされずに、まあ、素通りされていくわけだよ。勝手に低評価つけられて。それはね、あの、動画としてね、その、なんていうのこう、ただね、サムネイルくっつけて、喋ってるだけで、で、お前、プロ野球の評論家気取りかよ、みたいな感じのね、あの、 ま、文句もあると思うの。ただただ文句もあると思うんだよ。で、その YouTube っていうと,ところで、その、なんていうのかな。うん。こう、ラジオみたいのを流して、その、著名人でもない奴が、あの、好き勝手語ってっていうのを、お前どうなのそれクソ面白くもないし、そんなんじゃファンなんかつかねえよ、みたいな感じのことをね。思ってる奴はさ、いると思うんだよ。いると思うけど、あまりにも、あまりにもよ。 その丸,丸選手のことについて語ってる動画に低評価が多すぎるから、これはね、もしかするとね、これは勝手に俺が思ってるだけだけど、カープファンのやつらがバットをつけてんじゃないのと思ってて。でね、まず一言言わせてもらいたいのが、僕はカープファンはバカにしないよ。カープファンはバカにしないけど、ね、そのカープファンの中で、その丸選手に対してその裏切り者扱いしてるやつらっているわけじゃん。丸の裏切り者みたいな。 あのね、一言言わせてもらっていいですかお前らが裏切るものだからねっていう話。なんでかっていうと、お前らは今カープの応援してるだろしてるけども、お前らもともとどこのファンだったって話。昔からカープファンだったやつは、正直言った話、俺は別にいいと思うの。カープずっと応援してきて、カープ好きでやっとカープの黄金時代が来た。で、カープ大好き。もうそれはいいよ。だけどね、俺は知っている。もともと巨人ファンや、 阪神ファンだったのに、カープに倉替えした裏切り者のファンたちの話。それはお前らのことだからね。とりあえず。自分の胸に手当てて考えてみ阪神ファンだったのに、巨人ファンだったのに、カープが強くなった途端、カープファンですとかってしれっと言っちゃうやつ。お前ら弱い時のカープ知ってんのって話。そしてお前ら強かった巨人。 強かった。まあ、阪神強かった時もあるけど、阪神、そういうの応援してたんじゃないのお前ら常に強いものにさ、ついてってるだけだから。そう。あとね、もう一つ言わせてもらうのが、その選手に対して、ま、あいいよ。別にその、イケメン選手が好きっていうのは別にいいけど、イケメンだから好きみたいなこと言ってる女子、ああたくさんいるじゃん。なんか、堂林イケメンとかね。まあ、あなんだ <laughs> 菊池イケメンとかね。 まあ、野村くんイケメンとかね、色々あるわけじゃん、正直。カープ女子ってやつ。まあ、巨人で言えば小林くんイケメンとかね。イケメンだから好きとか言うのやめてよ。野球なんだからさ。ね。わかる <laughs> あのね、正直言った話、別にイケメンかどうか、確かにね、プロ野球はね、見せるスポーツだから、それはね、イケメンかイケメンじゃないかで、ばイケメンの方がいいに決まってんだよ、それは。 イケメンの方がいいに決まってる。でもさ、イケメンかイケメンじゃないかなんてさ、これ生まれつきだから正直。このね、そのね、プロフェッショナルベースボールの世界はですね、そもそもですね、中高とか大学とかでトップ選手として上がってきてやっとプロになって野球の実力で勝負してるわけだよ。アイドルじゃねえんだから。スポーツ選手はアイドルじゃねえんだぞって話。ジャニーズは違うよアイドルだから。ジャニーズはアイドルだよ。 あ、またなんか注意されちゃうな、これ。<laughs> ジャニーズはアイドルだよ。だけどね、例えばね、役者とかもそうだろ役者とかも演技で勝負してんだから、顔で見んじゃねえって話。まあ、顔もうちだよ。顔もうちだけど、顔かっこよければ全ていいとか、顔かわいければ全て良いっていうのやめろよ。な。わかるかそういうやつが、プロ野球とか、まあそういうのをダメにしていくっていう。はい。 でね、そのね、じゃあ、丸選手がね、お金で、あこのジャイアンツに行った、結局世の中金かって言ってる連中いるだろお前らよく考えてみろ。じゃあ金じゃなかったら世の中何なんだって話。金じゃねえのかじゃあ愛だとか、チーム愛だとか、カーブ愛だとかって言ってる連中いるだろ愛ってなんだよチーム愛ってなんだよそれ。プロ野球選手だって、サラリーマンだぞ 言っとくけど。サラリーマンみたいなもんだよ。お前らさ、正直言ったら、じゃあな、じゃあな、じゃあな、じゃあ月な、月な、じゃあ15万円でな、な、すごく職場環境のいいな、今ノリに乗ってるベンチャー企業みたいな、とな、な、だけどな、月にな、じゃあ50万くれるな、じゃあ、このな、大手のな、 一流企業。じゃ、どっち取るっていう。ただ、大手の企業は成果を期待されるぞって話。そこ比べた時にさ、月15万っていうね、選べるやつもいるよ。でも、そこにね、それは職場環境とかもあるよ。環境とかお前考え、考えただ、今、環境とか。でも、一番に考えるの、金銭の部分じゃねえか。15万、15万か50万だったら、お前らどっち取るんだよって話。それを、お前らは、丸に対して言ってんだぞって話。 金じゃなかで愛とか言うけど、愛なんかあるかって話。ね愛なんかねえんだよ。この世に。愛なんかねえの。<laughs> なんか、<laughs> なんか、北斗の件の邪気みたいなこと言ってるけど、愛なんかこの世にねえんだよ。わかる愛じゃないんだよ。お金なんだよ。世の中は。さ、愛もあるよ。愛もあるけど、愛がお金だったら、お金なんだよ。金は愛より重いんだ。 命と金で金の方が重いっていうのは違うと思うけど愛と金は金の方が重いんだよなんでかっていうと金で愛は買えるからはいお金なの結局お金でで丸をサラリーマンに置き換えてみろっていう話お前らがそのカープ愛だとかチーム愛だって言ってるので丸を縛ろうとするのはどういうことかって言ってると どういうかとかっていうと、お前らが、一番嫌いな社畜ってやつあるじゃん。社畜っていう言葉。会社に誠心誠意尽くしてと、安月給だろうが何だろうが、会社、会社、えー、会社への愛。それを尽くし、会社にずっと尽くして何十年も勤め上げるっていう。そんなのあるやついるかって話。それはね、もともとね、もともとこの会社に入りたかったよっていうのがあって、その愛を貫いてってわかるよ。 でもさ、お前らはさ、自分で行きたい会社選べるだろ行きたい会社選べるの別に。行きたい会社選んで、自分で面接受けて、で、採用されればって感じじゃん。プロ野球の世界は、会社側から指名すんの。お前、お前ってお前とか。で、自分の行きたい会社選べないの。で、その自分の行きたい会社選べるようにしたルールっていうのが、ね、逆指名とか、自由獲得枠っていうのあったじゃん。 あれは、選手にも、そういう選べる権利をっていうことで、ああなったんだろでも廃止されたじゃん。それなんでかっていうと、チームバランスがおかしなことになるからでしょそうすると、必然的に、金の、じゃあ、多い球団とか、じゃあ、その人気のある球団に選手が集中しすぎて、じゃあ、金のない球団は、じゃあ、あの、ちゃんとした選手を獲得できないのか、みたいな。それは、プロ野球全体のバランスの問題がっていうことで、そこは我慢したんだろ選手が。 で、我慢した上で、じゃあどういう制度を作ったって、これはフリーエージェントっていう制度があるわけだよ。で、このフリーエージェントっていう制度は何かっていうと、転職なの、プロ野球選手の。10年とかっていう時間を我慢することによって、自分の行きたい、自分の条件のいいところに、えー、移籍をするっていうことなんだよ。移籍転職ね。で、転職の際にお前ら何考えるのっていう話。 じゃあ、それは住む環境であるとか、じゃあ、条件だよな。給料とか、そういうんじゃん。で、家族がどうしたいかとかさ。そういうこと、いろいろ総合的に判断した上で転職するだろ丸も同じことやったんだよ。うん。でね、丸がね、そのね、あのー、入団会見の時にね、あのー、松田で今年、今年、来年だ、来年の頭にね、 巨人はね、あの、初戦でね、松田と、松田で戦うんだよ。正直、敵地でね。で、松田のファンの前でね、どんなプレイ見せたいかって丸言った時にね、あの、カープファンの前でもいいプレイ見せたいって言ったじゃないですか。そんなことをね、俺たちは望んでないみたいなこと言うカープファンがいるんだって。俺からすれば、はっっていう感じだよね。プロ野球選手はチームがどこであれ、ね、チームがどこであれ、 いいプレイを見せて、観客から、まあ、観客にお金を払ってもらって、いいプレイを見せてっていう話だろ。プロフェッショナルのプレイ見るためにお金払ってんだろ。そこをね、なんか履き違えてるファンがたくさんいて、なんか勝手にファンの間でね、白熱し合ってんだよ。だからその、どこが勝つとか、優勝とか優勝じゃないとかさ、 優勝とか優勝じゃないかっていうのはもう最後に結果としてついてくるものであってねその中でジャイアンツがじゃあ丸選手をじゃああの FA で、まあ、金に金の力でね獲得してみたいなこと言ってるけどね別に正式なルールのもと獲得してるわけだし ま、センターラインが強化されたことによって、その、か、もしかしたらジャイアンツが、そのカープ、3連覇してるカープを破って優勝する可能性が少しでもただ増えただけじゃん。で、これでね、丸がね、そのカープ、カープからジャイアンツに行ってね、もしもジャイアンツがね、優勝したらまたブーブー言うんだろうけど、カープファンは。だからね、このね、な,なん、なんて言ったらいい <laughs> なんかよくわかんないこと言ってるかもしんないけど、 とにかく、勝ち負けにこだわりすぎになった話。もっとフラットな目で見ろよ。ね別にどこ勝ってもいいじゃん。いや、応援はするよ。ジャイアンツ、僕はジャイアンツファンだから、ジャイアンツにやっぱ優勝してほしいと思ってるし、えー、ジャイアンツが日本一になるべきだと思ってるよ。思ってるけど、でも正直言ったら、例えばカープが勝とうが、阪神が勝とうが、ヤクルトが勝とうが、別に僕はそれでいいと思う。 だって精一杯戦ったんだもん、シーズン中。うん。でも金で買った優勝って、まあ、例えばジャイアンツが優勝したらそうやって言うんだろうけど、金で優勝を買って何が悪いの言ったじゃん。金があれば何でも買えるんだって。愛も買えるし、優勝も買えるんだよ。買おうと思えば。じゃあ、 さ、その金にさ、金によって選手を集めて、じゃあ優勝するとかって言ってるわけでしょだったらさ、お前らのさ、言ってるさ、その愛ってやつ、その愛で優勝できると思ってんだったら、お前らが応援してやったらいいじゃん。お前らのその愛で勝てるって言うんだったら、お前らの愛で勝たせてみろよ、カープを。まあ、カープが4連覇するかもしんないよ。っていうか、むしろ僕はカープが4連覇すると思ってるけど、でもジャイアンツファンだけどね、カープが4連覇すると思ってます、思ってるけども、 お前らのその言う愛で何とかしてみるでも、僕の好きなジャイアンツは、ジャイアンツ愛もあるし、ジャイアンツ愛はあると思ってるし、正直、金がある。金があるから、まあ、愛もあるけど、でも、金で優勝は買えると思ってます。で、それでいいの。9回の名手、えー、自分らで選手を育てらんない。それでいいの。別に。金で帰ってもいいの、別に。 ルールにのっとってやってんだから。ルールを無視してんなら別。選手合達するっていうのも、そのフリーエージェントじゃなくて、なんかもっと汚いやり方で選手合達することだってできるはずなん例えばね、それやったら元も子もないけど、例えばよ、そのオフに、まあ、戦力外とかっていうのあるわけじゃん。自由契約とか。えー、それだって、例えば選手が、だあのー、ごねて契約を打ち切れば、下手したら、 ま、次の年とかにテスト入団とかで、その入団したりとかすることもできるであっ球団にできるわけですよ。でもそれやんないのは球界の、球界全体のルールで、そこは、ま、グレーゾーンなんだけど、それはダメだよっていうことになってるからしないんでしょでも、それできんじゃん、正直資金力ある球団だったら。それやってないんだけ、汚いことやってないんだけ、それでいいじゃん、別に。フリーエージェントは、真っ当な補強でしょこれ。 球団側としし、てもそうだし選手側としてもウィンウィンなルールなんだよフリーエージェントはそうで自分らもフリーエージェントの中でそのどこの球団にも獲得できるっていう資格は与えられてるわけなのに自分たちだって FA で選手獲得することだってあるわけだよそれなのになんかあの自分らのねチームの選手が出てった時ばっかブーブー言うのはおかしいなとは僕は思う正直 それは違うんじゃないのって思うんだよね。いいじゃん別に出てったけど、出てきてけば。また入ってくるわけだし。それにさ、その、せめてもの救済としてね、まあフリーエージェントに対してはね、まあその A ランク B ランク、年俸がまあ10位以内の選手ぐらいに関してはね、あの、相手の球団からね、28人のプロテクトに漏れた人的保障の選手っていうのを取られるわけ。あのね、一番ね、 あのね、怒っていいじゃないけど、問題なのはここだよ。一人、その、出てくことによって、例えば、バル選手が、じゃあ、ジャイアンツ行くことによって、その、ジャイアンツから、一人、じゃあ、カープに行く可能性が出てくるわけだよ。で、一番かわいそうなのは、ここだと思った方がいいよ。それは、その、朝村選手が楽天行って、楽天からもそうだし、西選手が阪神行って、その、阪神からもそうなんだけど、 だって、28人のプロジェクトに漏れた選手は、事実上、その一軍の28人の枠、まあもちろんそれは若手とかも守るんで、そうとは全然限らないんだけど、そこから漏れた上に、<laughs> 自分で行き先選べないんだぜ。要は、 じゃあ、じゃあ、会社に例えるなら、会社で、じゃあ、こ、こんなル、そんなルールはないけど、会社で、じゃあ、すごい優秀な奴がいましたと。で、すごく優秀な奴が一人引き抜かれましたと。会社から。うん。一人引き抜かれて、で、その代わりに人的保障なんていうルールがあった場合だよ。ね人的保障なんていうのがあった場合は、その一流企業が、じゃあ、じゃあ、その、中小企業かなわかんないけども、 まあ、そこから優秀な人材を一人引き抜きましたと。で、一流企業の中で、じゃあ28人までは、えー、プロテクトしてくださいっていうことで、一流企業で28人プロテクトされました。で、その中に漏れた社員っていうのがいます。で、漏れた社員の中に一人中小企業の方に人材派遣されますみたいな感じになってみろよ。人材派遣されたやつってどう思うもしかしたら中小企業でチャンスがあるっていう考え方をするかもしれないけども、事実上、 その一流企業からいらないって言われたんだぜ。それは人的保障で丸の代わりにジャイアンツから、えー、カープに移籍する人間が出てくるわけだけど、事実上ジャイアンツからいらないって言われるわけだぜ。この方がかわいそうじゃないか。今までジャイアンツのために尽くしてきて、まあ、わかんないよ。移籍して1、2年かもしんないもしかしたら、どの選手が選べるかわかんないし。で、その上でカープにいきなり行くわけだぜ。 東京だぜジャイアンツは東京だけども、カープ行ったら、もしかしたら、広島だぜ今、ひ、今東京住んでて、もしかしたら広島に引っ越さなきゃいけないかもしんない。そんなんお前ら、どうぼうって話。だからね、悲しむべきはね、丸の遺跡とか、そんなことじゃないんだよ。人的保障で、選ばれて、行く選手まあ、考え方によってはチャンスだけど、かわいそうだと思っとけよ。 まあね、間違ったこと言ってると思ってるっていうやつは、もう正直頭おかしいんで、もう僕はもう無視しておきます。僕はね、今回のその丸選手の移籍に関しては、まあ、丸選手にとって良かったんだと思う。<laughs> やっぱその、交渉の際にね、その原監督からいろんな言葉をえいただいたようですし、 またその噂によってですけど、まあ、あの、ミスタープロ野球こと長嶋茂雄さんに、えー、丸選手に対してのラブコールの手紙ももらったっていうことで、そりゃ心を動かされるって、誰だって。まあね、そういうね、その、どういう考えがあってっていうのはあるけど、 別に、丸選手が、すごい、金で動くような、性格の悪い選手だと思わないし、彼は、その野球に対して、ものすごく真面目で、ね、だからこそあそこまでのプレイヤーになったわけだし、ぜひね、その、どこのチームに行ってもね、応援すべき選手だと思うよ。一流のプレイヤーを見せてくれるんであれば、どうでもいいと思う、正直、チームの勝ち負けなんか。うん。で僕はジャイアンツに勝ってほしいですけど、 実際ね、ジャイアンツは好きですよ。ジャイアンツは好きだけども、ジャイアンツ以外に好きな選手はたくさんいます。例えば、まあ、最近近年では活躍してないけども、ヤクルトスワローズの、えー、立山選手とか、まあ、石川選手とかが好きです。ピッチャーとして大好きです。で、中日の松坂選手も好きです。で、DNA の筒香選手も好きです。 で、まあ今はもう現役じゃないですけど、カープの前田さんも好きですし、本当にたくさんの選手がいます。で、たくさんの選手のこと好きです。それはやっぱりチーム、ひいきのチームを応援している以上、憎いと思うこともありましたけども、でも一流のプレーを見せてくれる選手は、夢を与えてくれる選手は僕は大好きです。それがプロ野球ファンだと思います。でもやっぱり、チームの勝利は願うよ。願うだけ。 うん。選手に罪はない。一生懸命プレイしてるんだから。これに対してね、文句あるやついるんだったらね、今すぐ野球見るのやめろ。ということで僕は怒ってます。はい。ということでね、えー、今日の動画良かったと思う人は、えー、高評価、えー、コメント、えー、チャンネル登録等お待ちしてます。えー、まあ、文句あるやつはコメントにどんどん書いてください。またね、共感できると思う人は、えーまあ、共感できるよみたいなこと書いてください。もうね、 あの、ファンの意識が変わらないと、プロ野球全体良くなっていかないから、お前ら本当に気をつけろって話。はい。ということで、えー、トミーでした。ありがとうございました。